元暴走族だった芸能人参戦、バッドボーイズ佐田正樹、リーゼントがトレードマークのお笑いコンビバッドボーイズ佐田正樹さん。子供の頃見たビーバップハイスクールに憧れて、それ以来リーゼントにしているそうです。彼は見た目通り元暴走族です。彼の所属していた幻影というチームは福岡連合という暴走族連合の傘下でした。後に佐田さんはこの福岡連合の総長にまで上り詰め、福岡では名の知られた不良となります。他チームとの抗争や警察からの追跡などから逃れながら、チームと共に暴走や喧嘩を繰り返していました。しかしついに逮捕状が出て逮捕されてしまいます。しかもその日はハワイへの修学旅行に出発する朝でした。荷物を準備してルンルン気分だった佐田さんは、修学旅行の後に逮捕してくれと懇願したそうですが、希望は叶わず、ハワイへ行くはずが少年院行きとなってしまいました。警察に連行された時、念願だった佐田正樹が逮捕されたと警察署が歓喜に揺れたそうです。ちなみに彼の暴走族時代に詳しいエピソードはデメキンという自伝漫画で詳しく知ることができます。皆さんこんにちは、マインです。今回は元暴走族だった芸能人参戦をお届けしています。どうぞ最後まで楽しんでいってくださいね。それでは続きをいってみよう。パンクブーブー黒瀬純。福岡県出身のパンクブーブーの黒瀬純さんは暴走族悪島の元副総長でした。その頃の黒瀬さんには年上の彼女がいて、歓楽街まで車で送ってもらっていたり、担任の先生と取っ組み合いの喧嘩をしたり大暴れしていたそうです。副総長だけあって喧嘩が強かったのかと思われるようですが、実はいつも面白いことを言ってメンバーから人気があったので投票で副総長に選ばれたのだそうです。その面白さを生かして芸人の道に進んだことは大正解でしたね。ちなみに同じ福岡県出身のバッドボーイズの佐田正樹さんとは同じ地元で先輩後輩の関係でした。黒瀬さんが中学生で佐田さんが小学生だった頃、黒瀬さんの弟をいじめたとして佐田さんが土下座させられたそうです。宇梶隆。俳優宇梶隆さんは伝説の暴走族とも言われているブラックエンペラーの総長でした。小学生の頃から体の大きかった宇梶さんは中学生数人相手に喧嘩をすることもあったそうです。その体格を見込まれて高校時代は野球部に所属し、プロ野球のスカウトが見に来るほどの逸材でもありました。しかし野球部内での先輩の後輩への暴行を告発し、それが原因で野球部を去ることとなります。この事件の後、ブラックエンペラーという暴走族に入りました。身長190センチ近くの持ち前の体格と腕っぷしの強さから何度も抗争を繰り返し、17歳で7代目総長となります。宇梶さんは正面から喧嘩を挑んでくる相手にはボコボコにするものの、謝れば許したそうです。しかし武器を持ち背後から狙うというような卑怯な相手には容赦なかったと言われています。野球部の件もそうですが、曲がったことや筋の通らないことは嫌いだったことが伺えますね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。